アンデルレヒトはブリュッセル首都圏地域を構成する19の基礎自治体のうちの一つである。歴史的地区や建築学的な地区が行政区内にはいくつか立地する。アンデルレヒトはオランダ語での呼び名で、同じ綴りでもフランス語ではアンデルレクトという。アンデルレヒトでの人の生活の痕跡は、石器時代や青銅器時代にまで遡る。 ローマ時代のビラートやフランク人のネクロポリスアートがアンデルレヒトでは発見されている。最初にアンデルレヒトの名が文書に記録されたのは1047年からのことでアンデレヒの形で1111年にはアンデレレと、1148年にはアンデレラー、1186年にアンデアレヒであった。当時アンデルレヒトの共同体ではすでにカノンの三次会と二つの 荘園が形成され、アンデルレヒトでは力を持っていた。1356年、フランドルハクルイ二世は、ブリュッセルに財政に関しての抵抗と思われる、スクートの戦いと呼ばれる放棄を起こした。義理の姉である、ブラバント女子をジャンヌを破りしばし権利を奪ったが、後にジャンヌは神聖ローマ皇帝カール四世の力を、借りて取り返している。年、ジャンヌは、 アンデルレヒトをブリュッセルの一部とした。アンデルレヒトは15世紀から16世紀にかけて文化の指標となった。17世紀から18世紀にかけては、ネーデルラントとフランスとの間の戦争が際立っている。19世紀に入ると人口が急増したが、ブリュッセルに近接し都市化が急速に進んだためである。新たな都市開発が進み、ガーデン式として20世紀は発展していき、 多くの居住者が増えている。今日、アンデルレヒトの名は、サッカークラブである RSC アンデルレヒトによって、広く知られている。ありがとうございます。